イドウをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザを。なこら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。どれや、このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろ。じゃあまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。うまくいったな。やるじゃねえか。あとはこいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。ついたのか。こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。ビッグマムだと。カイドウを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。
命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。おい、ビッグマン、俺の力思い知らせてやる。いくぞ。策を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、もう逃げねえ。ゲットバズーカ、ゲットゲットスタッフに当たりで、ヘブンリーにならねえ。最悪の世代だ。笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。けど、カイドウ、お前、バカ。こんな野郎と組んだぐらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるぞ。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ、死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。
光を上げろ。おお、晴れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。